ぽみたいにこう長いとさ、もうね、どこ使うんだよみたいな。どうも、YouTube ご覧の皆さん、ジーコサンキーサンデーです。今日は弘前に、ドライブ旅行にやってきました。今いるのは岩木山神社なるところです。まあ元々温泉に行こうと思ったんで、そのついでに寄ってるところなんだけど。岩木山が結構綺麗に見えて、あ、ここからだと見えないか、まあいいところです。ちょっとだけ、よし、ここ桜まだ咲いてんだね。へえ、やっぱちょっとここも標高あんのかな。これはなかなか古い鳥居だわ。あ、ついてる。なんかさ、石畳の道さ、じゃあ後で弘前着いたら、あの街歩きになったら、そうそう、いつも通りのスニーカーに変えようと思ったんだけどさ、違うの、車の運転してる時さ、これ足裏に絶対汗かくからさ、で靴下がなんかちょっと調子悪くなるじゃん。調子悪くなる。お風呂出てからもう一回その靴下履きたくないで、かといってこうもう一足靴下を持ってきたくないという。そうそう。あ、なんか杉がでもいい感じだな。この後さっくり、お賽銭入れてお祈りして、お祈りお参りして、次の温泉に行きました。るんだ。立ち寄ったのは温泉旅館中野。ここはね、こんな感じよ、源泉かけ流し、お湯の温度が48度ぐらいでちょっと暑かったんだけど、非常にいい風呂場でした、景色もすごくいい、まあ、外から逆には見えるんだけど気にしない。あ、迫ってる感じある。お、迫ってるな。入ると、あ、下から撮れば、あ、いい、これいい。山見て運転してる感が。上の方でもあれだな、ちょっと茶色いな、雪が一回溶けてみたいな感じ。あ、表面が確かに、うん、これか、高岡の、こっちは高テーブ神社。そしてドライブの後に行ったのが、こことんかつ専門店かつていというところです。まあね、弘前とは特にね、なんていうか関連はないし、弘前名物というわけでもおそらくないんだけど、どうしてもね、そう、久しぶりになんか揚げたてのとんかつが食べたいというふうにダダを私がこねまして、ここに行くことにしました。頼んだのはロースカツ定食大みたいなやつ、ご飯、とんかつ、まあキャベツなどなどか。いいね、やっぱとんかつだよな。あとお味噌汁とおソースがついているという、まあスタンダードな構成だね。どこか私も首にかけたの、あ、首にかけたの、かけなくていいよ、そう思っててもらえば。もう、あれ、撮ってるか、撮ってる、入って入ってる、ひっくり返ってるけど、後で編集でどうにかする。え、どうしよう、どっから食べるんだよ、これ。え、これは直接かけるの。お、カメラ動いてるね。じゃあさ、一番端さ、多分油多いからさ、やはりここは身多めな2番目から。失礼した。どうですか油多いな。いただきます。衣がすごい美味しいわ。ヘルテはそんなの食べてないごめん、ありがとう。
さらに、やっぱりね、とんかつだけじゃ物足りない、アップルパイと、なんだろうな、いちごのケーキのようなやつも食べました。いやー、そりゃ太るね。なんかこれは食べ過ぎかもしれないね。店の名前どういうことだよ。これ店の名前プレートだわ。ラ・キャッスルファクトリー。違う、レ、じゃあルだな、多分な。何桜なんだろうな。いわゆるソメイ、普通のソメイヨシノと違うんかね。うん。弘前城公園も来ましたが、結構緑。がっつり1時間半くらいかな、散歩しちゃいました。疲れたな、結構。さらに帰りに、帰り道にあった喫茶店でご飯食べました。トーストと、これ何だったかな？ハンバーグ入ってる。ハンバーググラタン。グラタンの中にハンバーグが入ってるやつ。食べ過ぎだね。うん、いいね。翌朝です。いや、昨日はいろんなところ、まあ、弘前のところだったり、青森市であったり、まあ、帰り道のドライブだったり、ちょっといろんなところに行って、非常に疲れてすぐ寝ちゃいました。で、そうそう、買ってきたお土産の紹介をしようと思って、まず買ってきたものを最初これからにするか。これ、何か分かりますか？この葉っぱの感じで分かる人もいるのかな。これね、バジル、バジルの苗を、4つ買いました。これは藤崎町っていう、藤崎町でいいのかな、町かっていうところの、道の駅のような、ところで、一苗が80円だったんで、4苗買いました。なんでちょっと今日はこれからコメリに行って、これが入るポットを探そうと思います。どれぐらいなんだろうな、ちょっとこれからまあ、インターネットで調べようと思うんだけど、この苗と苗の間隔を一体どれぐらい開けなきゃいけないか、調べようと思います。これはどうだろう、室内でやりたいな、できればと思ってるけど、ちょっと悩み中、どうするか。ちょっとその辺はポットの大きさと苗感覚で、決めようと思います。バジルはいいね、バジルはいいと思う。で、次、買ってきた日本酒紹介のコーナー、これはどこ、何酒造なんだ、製造者鳴海醸造店というのか、稲村屋という、お酒です。これは青森県黒石市にある、まあ黒石っていうとほとんど、まあ弘前というか、まあ西側だね、うちからだいぶ遠い方、まあこっちでも買おうと思ったら買えるのかもわからんけど、ちょっとね、せっかく向こうまでお出かけしたんで、そちらのお酒ということで、まず稲村屋、これ純米吟酒を生原酒、要するに火入れをしていないやつだね、これが1本だいたい3500円ぐらいだったと思う。そしてもう1本は白神なるお酒。これはどこがやってるの？白神酒造がやってるんだ。これ白神産地の白神だね。白神、これも純米吟醸。あ、これは花吹雪を使ってるんだ。55% 花吹雪。はいはい。霜取り無ろ過。霜取り無ろ過なる。この話だしてもあんまあれだな。まあ、酒飲み出すの時に取っとくか。多分分かる人があんまりいない。まあね、重力でこうやっているという、お酒です。まあこれ2本。だからポットが、80円のポット4つの320円とお酒が3500円のやつ2つで7000円みたいな、それぐらいです。まあ今ちょうどね、シュポシュポのやつももうなくなっちゃったんで、これをね、ぼちぼち飲んでいこうと思います。まあ次どこ行くかね、多分次は下北半島に行くかな。まあ次かどうかわかんないけど、下北半島は必ず行こうと思ってるんで、そのうちだと思います。それじゃあ皆さん元気で、ほにゃまた。もうこれどう、この動画の時もゴールデンウィーク終わってる？まだ終わってないか、さすがに。それじゃあね、元気でね。まだあるの忘れてたわ。買ったのはこれ、中味噌、ラーメンだね。これラーメンも買いました。中山弘前店というところで、これがみんな大好き弘前のソウルフードらしいので、これも買いました。まあ、これ現地でね食べようと思ったんだけど、どうしても現地では例のとんかつの方が食べたくなってしまったんで、とんかつを買ったのと、あとは
全然関係ない、これは道の駅で買った250円のアスパラ何本ぐらい2期4期6期8と10本か2、4、6、8と10本ぐらい、10本ぐらいのこのアスパラガス、これが250円だったからアスパラ安いなと思ってアスパラ買いました。これは何にしようか、何かで食べようと思います。豚の豚肉巻き、アスパラ肉巻き、すげえ量できそうだな。まあいいや、まあ、そのうち料理動画が登場するか、そのまんま、まあ、ボイルしてそのまんま食べてもうまいから、うん、それかもしれないけど、まあまあとりあえずすいません、ちょっと忘れてました。ほらねー、ね。